はい、映画見てきました。見えたかなんかボソボソ言っております。はい、実はね、ロボス見てきました。そうです、これね、あのジュラシックパーク前の本当のね、ラストの映画って形でそれを見てきたんだけど、いや、ミュウちゃん面白かったですね。そのね、面白さの理由を教えてほしいっていうのは、私は真ん中寝ました、1時間ぐらい。ジタボケだからですか。いやいや、そう、なんだろう、わかんない、ネタね。結局スターウォーズのさ、本質的な部分っていうのはさ、まあ難しいとこ、あれどっちかって寝ちゃうタイプの映画なんだよ、スターウォーズ系って。長いから、長いけどね、シーンね。まあでも、あの、非常に楽しかったということで、バックグラウンドで話します。あのソロがどういうバックグラウンドにあって、あと出てた主人公たちがどういう人間たちかってことを考えてね、いろいろ話したいと思います。もう、いや、なかなかすごいメンバーたちが出てたんでね、これは楽しかった。でも作品はミュウちゃんが実は、ラストオブジェダイより面白いって言ってたんで、私はこっちの方が、そう、その話もしようね。とにかくソロです。あの、皆さん見たか、はい、日本的にはこけたって言ってますから、行きましょう。それではジョリーに首ったけ、で、まあ、あのストーリー、どんなストーリーなの、ちょっと教えてよ。ハンソロの若い頃の話だったら、若い頃で、うん、なんか洞窟に住んでたんだよね。なんか悪い軍に管理された洞窟に住んでて、なんか資源だかなんか光るなんか盗んできて、あれお金なのかなんかわかんないけど盗んで、でなんかバレちゃって逃げて捕まったんだよね。捕まって逃亡しようとした時に中ばっかと検問みたいところで、検問か、あの二人で逃げようと思ったんだけど、彼女だけ捕まっちゃって、うん、でソロだけ逃げられたんだよね、うんうんうん、でなんかよくわかんないけど軍隊に入ったんだけど、なんかわかんないけど、やってる時に、うん、なんか生意気なこと言っちゃったんだよ。またなんかやっちゃったんだよ、なんかこう牢屋に入れられた中ばっかがいて、そう、そこで中ばっかと出会ったんですよ、ね、うん、でそこからまあいろいろ冒険するんだよな、うんうん、でその冒険のとこはロボ多いじゃねえんだよ全然。ああ、そっか、うん、だけど途中からさ、その昔別れた、あの、うん、別れ話になっちゃったその彼女と出会うんだよね。出会えるの、そう、出会うんだけど、それがなんか悪の親玉みたいな、うん、あの、うん、なんかやつのもう一味になってて、まあ、彼女みたいになってて、うん、だけどそれを最終的には、あの、うん、2人でなんとかね、うん、あの、助け合いながらそれと倒すという話だね、うんうん、でもなんかスターウォーズシリーズってカップルとかがもう逆らえない宿命で引き裂かれちゃうじゃん、あれもそうなんだよね。そうそうそう、うん、絶対そうなんだよ。なんか2人で一緒にこのまま行けばいいのにと思ったんだけど、うん、離れ離れになって彼女は彼女で自分の役割で、そうね、そうそう、あの、なんていうの、変な手に入れ墨みたいに入れられちゃったから、それでやるべき使命を果たしに行って、うん、ソロはソロでね、彼の道を行くので、うん、そんな分かり方になっちゃって、まあでもね、あの、うん、まあ、ミュウちゃん面白かったっていうのは、キャラクターが一人ずつがちゃんと独立で立ってたちゃんとしてるのと、やっぱスターウォーズだなって感じがして、うんうんうん、やっぱりちゃんとキャラが立ってたし、やっぱね、最近のスターウォーズキャラが薄くて、うん、スターウォーズみたいな気がしなくて、あ、まあ、いわゆるさ、なんかあのレイヤー姫とスカイウォーカーが年取りすぎちゃったんだよね、うん、スカイウォーカーの方ってかっこ悪いんだよ、まあ、あいつ、そうそうだね、うん、まあ、その年配の方たちだけスターウォーズなんだけど、うん、それ以外の周りがスターウォーズっぽくないから。でもさ、俺思ったのは、役者が良くなかった今回。良かったよ、そうさ、今回のソロでね、うん、役者が素晴らしいなと思ったのは、あの例のあれが出てたんだよね、Now You See Meにも出てて、ゾンビランドとか、うん、あ、いたいたいた、ね、いた、まあ、有名なとこだってそういうの出てた、うん、あ、まあ、名前忘れたんだけど、うん、あの2012のチャーリーね、いたいたいた、あれが出てて、あれがいい役だよね、やっぱね、うん、あの殺されちゃうんだけど、うん、最後はだけどいい役やった。あともう一つは、うん、あの同じ戦った時のその反乱軍の女性の黒人、これが2012の大統領の娘、うん、これがもういい年になってんだけど、やっぱりいい味で最後は自分爆発して死んじゃうんだけどね、うん、前半で、うん、やっぱり役者がいいなと思った。そうだよね、うん、だと一番驚いたのは、あの主人公の女の子、うん、あれターミネータージェネシスの女の子なんだよ。そうか、だからさ、びっくりしたよ、だから存在感あったんだよね。そう、でもターミネータージェネシスだとさ、若くてカリカリしてるさ、羽っかりなんだけど、今回はやっぱ経験を積んで、うん、やっぱね、存在感あったの、無縁な雰囲気になったね、うん、あれ素晴らしいな。やっぱりほら、最初さ、洞窟に住んでた時は普通女の子に見えたけど、そうそうそう、なんか軍のなんかになってマントがパッと羽織った時はさ、すごい存在感出てさ、いやね、やっぱ一筋縄じゃいかない、ハリウッドの凄さっての、いや、すごい、あれ出ちゃったらもうターミネーター出ないなって。ターミネーターの自然断ってこれになったらしいんだけど、なるほどね、うん、やっぱすごいなと思ったね、いや、すごいよ、やっぱりあのスターウォーズって出ることが一つのあれだし、あれだけのいい役やれば、うんうん、やっぱりかっこいいな、主役だもんね、まあ、あの見る価値があるかどうかっていうと、俺はね、半分寝ちゃったんで、あれだけど、でも見ちゃってね、良かったんですよ、やっぱスターウォーズだなっていう感じがすごくしたっていうか、うん、だからただね、日本的な評価、まあ、レビューっていい加減なもんでさ、うん、当てにならないんだけど、は要するにアベンジャーと
ジュラシックパークの間に入っちゃって、あの他にいいものがあった、まあ、そう比べちゃうとちょっと辛い。でもレパードとかさ、なんだっけ、バーチャルリアリティの世界のやつを評価してるぐらいだから、あ、筋の悪い映画評論家だな。そうだね、映画評論家っていうのはさ、面白いもの面白いって言っちゃいけないわけな、わかんないのがあって、なんかそんなコンビニ騒いでる。レディーなんとかだっけ、あのゲームのあれより面白いよ。そうそうそう、レディープラスワンよりずっと面白い。あれはいいと思ったら、俺はガンダムだっていうシーン以外全然面白くない、うん、あれよりは面白い。メカゴジラと戦うガンダム負けたんだけど、それ考えたら今回のはまだ全然面白いね、うん、ちゃんとやっぱ曲とかも流れてくれるし、うん、あとはどういう歴史でね、チューバッカーと出会ったとか、そういうのも分かったし、あとダースモール出てきたりとか、最後ダースモールです。そう、だけどあのね、ダースモール出てくるんだけどちょっと疑問なんだけど、時代関係ですかってこと考えた時に、でもさ、アナキンが子供の時ダースモールがいたんだっけ、うん、だから結局ダースモールを倒すたのは、結局あのオビアンケノビだ、オビアンが若い頃、うん、あのクワイガン人と一緒に行って戦って、クワイガン人殺されちゃって、うん、その後倒すわけだよ、うん、ね、ということは その前後の時に、その前にアナキンと会ってんだけど、うん、アナキン子供でしょ、うん、アナキン弟子だもんね、弟子っていうかね、そうそう、弟子っていうか子供だったんだよ、オビアンの弟子でしょ、うん、そうするとハンソロとアナキンってどのぐらい年が離れたかっていうと、実はハンソロの方が若いんじゃないの。だってそうじゃん、あれがあの正直言ってさ、あのダース・ベイダーになった頃ハンソロまだ若くて30代出てくるんだよ。そうか、不思議な、うん、だからその時にダース・モールが何でいたのかっていうと、あのダース・モールはそのダース・モールっていう思いたくなってるじゃん、ね、うん、だから分かんないんだよ、まあ、ちょっと分かんなくなってきた。時代背景なんかいい加減なわけじゃないと思うんだけどさ、そのあれを知りたいよね、うん、そうだね、うん、いつの時代なのってとこ、うん、中ばっかだけは年がさ、あのすごい年だってこと分かってからいいんだけど、うん、どうもその年齢的な交渉がよくわかんない。あとね、面白いのはさ、昔のスターウォーズのイメージがあるから、うん、あの本当に何だろう、要するにあの何だろう、 3D テストがやってるところとか、あったね、あの思い出させるようなね、シーンがあって楽しかった、うん、ただ、うん、一番俺がね不思議なのは、いつの時代かわかんないし、あれだけの高校があるのに、うん、あのミレニアムファルコン号、あの宇宙船って全部ボタンスイッチなの。パチパチパチってやってボタンを押したり、タッチスクリーンとかそうじゃないんだよ基本的にね。だからあれがスターウォーズがいかに古いかってことが分かる。なるほどね。スターウォーズが最初やられた頃ってさ、そのタッチスクリーンもなくて全部ボタン式でパチパチってやってさ、うん、電源入れる、いわゆるあの船の裏側にはたくさんのさ、赤い導線とかあの緑のね、あのラインがあって、それで作ってられたものでしょ、うん、今のように基板でもないし何でもないってことを考えたら、すごい古い船だよねっていう話ってことだね、うん、それを見ててもね、でも解釈がもうさ、もう小さく合わないからいいのかなって感じで、ね、まあいいかって、あんま細かいこと気にしなくていいかって感じ、うん、で、あのダースモールはね、ダークシリアスならまだ分かるんだけど、うん、なんでダースモールだったんだろう、まあ、分かんないね、うん、時代背景がね、本当にね、不透明なの、ちょっと分かんなくなってきた、ね、うん、あの当時の若いんだったら、あのお姫様がレア姫なわけないわけだから、うん、レア姫とかそういうのうまく引っ張り出しちゃったら面白かったのかな、うん、レア姫だってさ、アナキンの子供だもんね。そうだよ、うん、そうなの、アナキンだから、そうそうそう、ね、だからずっと後に誕生するわけで、うん、ちょっとだから時代がおかしいな、ちょっと不思議だったね、うん、まあそれでも抜きにしてもね、面白いけどね、でもスターウォーズだったのシリーズだなと思った、うん、だからダースモールが出た時にああと思っちゃったんだけど、よく考えてみると時代が全然合わない、全然合わない、そうだね、うん、まあファルコン号の入手した時のね、あの黒人のギャンブルやったお兄ちゃんみたいな、うん、あれもその後に、ね、あの彼を裏切って、それでさ、あのなんか石板とか銅板に埋めちゃった男だから、うん、なんかよくできてるんだ、あそこら辺は。で、似てるよね、そのね、あの今のその最近の俳優と昔の俳優とよく似てる、黒人を使ってるし、よくできてる、すごいね、うん、まあ、あのイカサマポーカーのシーンなんか、うん、古いさ、ポーカーのね、イカサマのやり方がうまく手から出てくるんですよね、あんなのいねえってんだよな、手でやれ言ってんだけど、まあいいや、うん、イカサマポーカーの話するとね、いろいろうるさいですからですよね。で、手役がなんだかわかんないんだけど、そうだね、カードは何のカードか、うん、でもね、新しいのよりは全然ね、本当よかった。まあこれが一番新しいんだけどね、ちょっとほら、そうね、最新と言われて一番時代が新しくなって、うん、さあもう時間があと30秒ぐらいなんで最後に撮ったんだけど、うん、ついにジュラシックワールドです、あ、ね、もう来週か、そう、おそらく23日の土曜日に見に行くかなっていう感じだね、うん、もうチケットがね、大変売り切れて 3D 見たくないので、そうだろうな、あれは人気だよね、うん、これが果たしてアベンジャーを超えるか、難しいね、でもどっちも面白いと思うからな、いい勝負だろうな、もう今年はこの2つに、うん、その後ね、あれはアントマン&ワイワスプだって、あれがすぐあるんで、これもね、だから大変ですね、とにかく見なきゃいけない映画がたくさんということで頑張ってみましょう、はい、そしてラジオで紹介しましょう、はい、はい。
じゃあ皆さん、ということで、ソロ見ました、はい、また来週です、はい、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。